ビドゥーナス・リトアニアの200リタス紙幣に描かれた、ビドゥーナスの肖像画家でハープを演奏する、ビドゥーナス追悼演説を行うビドゥーナス・ビリウス、ストーロスタス・ビドゥーナス、または、ビルヘルマス・ストーロスタス・ビドゥーナスは、プルーセン・リトアニア人の教師、詩人、ヒューマニスト、哲学者で、リトアニアの作家。ビドゥーナスは、ペンネームで、出生名は、ビルヘルム・ストロスト。 小リトアニアのプルーセンリトアニア人民族運動の指導者であり、東プロイセンにおけるブラバツキー新地学の指導者の一人である。ストロスト家は数世紀にわたる東プロイセンの住民だった。ビドゥーナスはプロイセン王国領のヘーデクルク付近のヨナテン村に生まれた。彼の名はドイツのパスポートではビルヘルムシトロストと書かれたが、彼自身や家族、また、 リトアニア人たちはリトアニア語処方によって彼をビリマス、またはビリウスストーロスタスと呼んだ。ビトゥーナスという名は40歳頃になってから彼が生につけたカナである。彼の多ユゲンシュトロストによると、ビトゥーナスの友人、ビクトル・ファルケンハーンは彼がビトゥーナスというペンネームを使ったのは人知学の使命を選んだからだ。だから彼はパビトゥーナスではなく、 ビドゥーナスであろうとしたのだと語っている。ビドゥーナスは、クララ・フルハーゼという女性と結婚した。1883年から1885年の間、ビドゥーナスはピル・カーレンのプレパランデナンシュタルトで教師になるために就学し、1888年から1892年まで近点で教鞭を取り、その後ティルジットの男子校でドイツ語、フランス語、英語、リトアニア語、 体育を教えた。1912年、哲学を学ぶために教職を離れ、グライフスバルト、ハレ、ライプツヒ、ベルリンの大学を転々とした。1918、9年には、エドワルド・サヒャウのもと、ベルリンでの東方言語セミナーでリトアニア語を教えている。ティルジットに帰った後、ビトゥーナスは、リトアニア文化、特に民謡や、農村の伝統の復興を、 自らの使命と決めた。彼は合唱団の監督となって、数々の歌や演劇を執筆した。1933年からは、メーメルの音楽学校で働いている。1932年、ビドゥーナスは、700年間のドイツとリトアニアの関係へと、題した本を表したが、彼の民族観がナチスに問題視され、翌1933年に、発禁処分を受けた。 1938年に2ヶ月間投獄されたが、抗議が実り、短期間で釈放された。独ソ戦の結果ソ連が東プロイセンを占領すると、他の東プロイセン人の例に漏れず、ビトゥーナスも亡命を余儀なくされ、難民キャンプでの生活を送った。1953年、ビトゥーナスは西ドイツのデトモルトで没した。ビトゥーナスはリトアニア文化最高の一環として、 キリスト教系以前のリトアニアの宗教にも強い関心を持っていた。現代リトアニアのネオペーガンであるロムバやドルウィはビトゥーナスに強い影響を受けており、彼を創始者としている。ただし彼自身は民族指導者であろうとしたのであって、宗教指導者となることは望んでおらず、異教の復活を掲げたことはなかった。とはいえ彼の影響力は、 彼自身の政治的指導者や作家としての自己認識を同時代の時点で遥かに超えていた。後の電気作家たちはビトゥーナスをインドのタゴールやマハトマガンディになぞらえた。ビトゥーナスはベジタリアンであった。彼はその他様々な倫理的選択を書いたエッセイをいくつか表している。また、リトアニア作家協会からノーベル賞候補として推挙されたこともある。ありがとうございます。